睡眠力全体が上がったとしても結局目標にはたどり着かない。伸びるんじゃなくて伸びない勉強法なんですか？やってました。よっぽど効果は出る。Hey everyone, it's Hika, your English coach! 皆さんこんにちは。2万人以上のビジネスパーソンに英語を教えてきたビズメイツの英語講師のヒカです。こんにちは、生徒のキムです。はい、キムさん、はい、今日はですね、なんとリスニングが伸びない勉強法をトップ3を紹介したいと思うんですね。伸びるんじゃなくて伸びない勉強法なんですか？伸びないですね。へえ、はいはいはい。それはですね、もう皆さんもね、いろんなリスニング力を上げるためにいろんな勉強法をやってると思うんですけども、もしかしてこの3つやってんじゃないかなっていうちょっと気になっていてですね、それを皆さんにちょっと分かっていただきたくて今日紹介できたなと思ってます。そうですね、特に英語初心者の方とかはちょっと最初から気をつける必要ありますもんね。はい、もうキムさんもいろんなねリスニングの勉強法とかやってるんじゃないですか？いや、最初やってましたね。はい、もしかしてこのトップ3やってたかもしれないですね。はい、忘れない。じゃあ早速入っていいですか？はい、お願いします。はい、第3位、この失敗もよくあるんですけども、いろんな勉強法を同時にやることです。なんかわかる気がします。いや、わかる。なんか やってない、もしかして。やってました。いろんなやってる。なんかこれやってこれやって、なんか YouTube 調べて、あ、これも良さそうみたいな、あ、これもやってみたいな、はい、そう、それだとね、もうあの何でもそうなんですけど、ね、全部中途半端になるんですよ。分かります。だからもう自分でもこれだと思って間違ってても、一応これだとねコミットして、もうこれはね1ヶ月間毎日やろうって言ってやった方がよっぽど効果は出るんですね、はいはい、やっぱり人間っていうのはなかなかすぐ効果出ないと、これでいいのかな、これもやってみようかな、これもやってみようかなって新しいものにすぐ手出すのが人間の本心、はいはい、本心ですかね、はい、そうそうっていうのがありますから分かるんですけども、悪い癖の方に行かないように。それで結局上達しないじゃんって言って飽きちゃう人っていうのはすごく多いので、うん、それに気をつけてください。同時にいろんな勉強を試しすぎるのもちょっと長く続かないってことですかね。そうですね、そうですね、うん、まあ、あのただ合う合わないっていうのは確かあるんですよ、はい、それでこれもやってみて、これもやってみて、これいろいろやってみて、あ、やっぱりこれが一番合うかなっていうのを探すっていう意味では、まあ、ありかもしれないんですけども、あの決めたらそこをもう1ヶ月2ヶ月3ヶ月もコミットしてグーってやってみるっていうのが大事ですね。なるほどですね。うん、なんかね、あのちょっと1回2回だけ確かめてもなかなかね効果も出ないし、あの感覚もつかめないし、本当に効果が出るか出ないかっていうのを、自分に合ってるか合ってないかっていうのも見えづらいので、うん、はい、やっぱりパーッと見てちょっとこれやってみようかなって言ったら1ヶ月くらいはコミットして毎日やると分かってきますので、そしたら自分に合うか合わないとかっていうのが見えてきますので、はい、そういう風に決めるといいと思いますね。第2、自分のニーズに合わない内容を聞いて英語勉強するということですね。自分のニーズに合わない勉強って何ですか？はい、教材とかその内容ですかね？あ、まあ教材なのか、その動画のコンテンツなのか、音声のコンテンツなのか、やっぱり皆さんって英語勉強してるため の目的っていうのはあると思うんですね、はい、まあ、将来自分の会社で仕事できれば、将来海外で仕事できればとか、まあ、なんかはっきりしている目的があるほど内容がそこに沿ってないとモリベーションは続かない、飽きてくる、そしてやめちゃうという系統がめちゃくちゃ多いんですね、はいはいはい、だからそこにもう注意してください。だから自分のニーズをちゃんと理解して、いや自分は、まあ、例えば、シンガポールでいつか働きたいって言ったら、やっぱりシンガポールの発音の英語のリスニングをするべきなんですよ。自分のニーズに合った勉強法をちゃんと探してやるっていうのが最も大事です。そうじゃないとですね、あのリスニング力全体が上がったとしても結局目標にはたどり着かないになりますので、そこを注意してください。例えばなんか私も前その日常英会話を勉強してた時に、うん、ずっと自分のなんか家族についてとかその動物についてばっかりこう話したりしてたんですけど、はい、結局これどこに使うのかずっと疑問だったんですね、はい、あまりこう面白くもなかったし、はい、そういう感じですかね。あ、そういう感じ、そういうことですね、うん、そうね、聞くのもそうだし、リスニング力伸ばしたいって言って、なんか全然なんかドラマの話とか、トイックの会話の話とか、なんか自分は どこでこんな英語使うんだと思ってたら、この違和感感じたら、やっぱり合ってないんですよね、内容が。なるほど。そこは本当に注意してください。第1位、聞き流し動画を使ってリスニング力を上げる。ただし自分のレベルに合ってない内容でですね。
自分のレベルに合ってない、うん、はい、確かに聞き流してた方が世の中すごい多いんですけど、はい、自分のレベルに関しては考えたことないですね。そうなんですよ。簡単すぎるとなんか勉強になってないから、やっぱり難しすぎるのをわざと選んで、結局1割2割しか聞き取れなくて8割は聞き取れないっていうのが結構あるんですよ。あ、なるほど、はい、例えばあの映画を見たりとかドラマ見たりとか英語でね、そうすると本当に分かんなくてついてくるんで精一杯、はいはい、結局リスニング効果にはならないっていうのが結果なんですよね。これ結構多いですね。聞き流し動画って、まあ、ひたすらとりあえず英語のフレーズ聞いてみようという感覚で始める場合が多いと思うんですけど、はいはいはい、それでも自分の英語のレベルを気にした方がいいってことですかね。そうですね、いろんな聞き流し動画もあるんですけど、初心者向け、中級者向け、上級者向けっていうのは世の中あると思うので、やっぱりそれ聞いてみて、あ、もう9割理解できるな、集中してほぼ 100% 理解できるなと思った内容がいいと思います。まあ、例えばですよ、映画とかあるじゃないですか、はいはい、ハリウッド映画とか、うん、じゃあそれを聞いてですね、字幕なしでどうですか、皆さん聞き取れてますか。字幕なしだったらキムさんもどうですか。いや、私はそういう勉強法をしないですね。身につかないっていうのも分かってて、はい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 、そうなんですよ。それでもうはるかに上級者だったらもしかしてついていけるんですけど、そうじゃなければもう自分のレベルよりはるかに高いものを聞くだけではやっぱりついていけなくて BGM になっちゃうんですよね。そして結局飽きて続けられなくなっちゃうから、やっぱり自分のレベルに合ったとこから始まるっていうのが、まあ、重要なポイントになってくるんですね。なるほど。継続するには、はいはい、ただ聞くだけでなくてそれを理解しながら聞くってことが大事ってことですね。あ、そう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 、うん、理解するっていうことが大事ですね、はい、ここでお知らせです。ビズメイツの公式 LINE ではビジネス英語を勉強したい人に向けたコンテンツを配信しております。登録したらすぐに特典をゲットできます。限定の無料講座もやっていく予定です。もっと英語力を高めたい方はぜひ下の概要欄から登録をお願いします。ピカさん、はい、伸びない勉強法って分かったんですけど、うん、伸びる勉強法って何ですか。なんかいい勉強法あれば教えていただきたいんですけど。なるほど、まあ、いろんな、ね、いい勉強法って考える前にやっぱり皆さんが今までいろんな勉強法をやってきたと思うんですけども、結局どうですか、勉強は継続できてますか。大事なのは、まあ、一つ何か決めて3ヶ月間やりきるっていうことなんですよ。でもそこのやりきるとこまでがなかなかいかなくてですね、途中でなんか数回やって、やっぱりこれ違うかなって言ってまたいろんなとこ見ちゃう。だからモチベーションっていうとこが大事なんです。そして、まあ、そういう意味ではまあ、私特に個人的に一人で勉強するっていうのは意思がよっぽど高い人じゃないと続けられないと思っていて、それできる人もいるんですよ、すごいですよ。でもやっぱり相手がいるっていう方がよっぽど続ける可能性があります。やっぱりサポートがあってフィードバックがあって楽しいしリアルだしっていうことですね。原動力になりますよね。はい、はい、そうね、まあ、私はおすすめとするとやっぱりちゃんと講師をつけて、まあ、オンラインなのかオフラインなのか、まあ、毎日こうやって会話してそこでリスニングもスピーキングも同時にやっていって伸ばしていくっていうのが一番続きやすい方法だと私は思っています。あ、なるほど。で、英語初心者でもリスニングを伸ばすためにスピーキングをやってもいいんですか。あ、っていうかやった方がいいです。初心者でもそうリスニングだけではなくてリスニングとスピーキング同時にやるっていう方がリスニングが伸びます。受動的に何か聞いてふーんってまめに、ね、勉強していくっていうよりやっぱり聞いて、あ、こういう意味なのかなって返事して、あ、違った、あ、こういう意味なんだってこのやり取りで脳に残るんですよ。このやり取りでリスニング力って伸びるしスピーキングも伸びるんですよ、ね、そのやり取りが大事だと思ってます。そのやり取りするにはやっぱり相手が必要ですよねっていうことですね。なるほどですね、うん、でも自分の経験から見てもやっぱり自分がどこまで聞き取れるのかでそこにまたどれだけ回答できるのかを見て自分のリスニング力これぐらいだなっていうのが分かってたので確かにそれはいい方法だと思います、うん、はい、うん、さあね、まあ最初はねやっぱり自分で あまり勉強されたことない方は、まあ、自分で一体やってみてさっき話した3つの、ね、失敗例というかですね勉強が継続できない3つのトップ3を、ね、認識して選んでくださいね。覚えてますよね皆さん。1つがレベルに合ってない聞き流し動画をばっかり聞く。そうですね。そして2が自分のニーズに合わない内容で勉強する。そう、これ結構大事なんですよね、うんうん、特にレベルがだんだん上がってくると
よりやっぱりニーズがはっきりしてくるので、うん、特にそうですね。そして3つ目がいろんな勉強法を同時に手をつける。そうそう、なので1つ決めてもうコミットしてやるっていうことです、うん、そしてモチベーションをちゃんと意識して、まあ、やりきるっていうのを頑張ってやってみてください。そしてそれでダメだったら、まあ、やっぱり相手ちゃんと講師をつけて会話でやっていくっていうのをおすすめです。ではこれから皆さんも頑張ってみてください。今日の動画が役に立ったと思った方はチャンネル登録、高評価、コメントをお願いいたします。 See you next time!